そのトークショーっていうのは、その作家の先生の話を聞くっていうだけじゃなくてですね、聞いているうちにいろんな刺激を受けますし、その思いもよらない、自分たち聞いている我々も思いもよらないその着想とかに、至ることも多々、あるわけですね。それを記録することによって、僕だけじゃなくて聞いてもらっている皆さんにもですね、その写真のなんていうんですかね、本質的なことにどんどん作家のその生き様とか、なんかそういうことにこう触れられるのかなという、そういう場かなと思ってるんですね。1978年のアンディ・ウォーホールっていうカタログを見た時のショックは、ウィリアム・クライン・トーマス賞以上だったかもしれない。しかももういい年こいてだよね。もうその時期だから、僕もそろそろ30ぐらいでしょ。その時期にやっぱり心底これが写真だと思った。写真と同じですよ。人から褒められたものはダメですね。自分ではないです。例えば写真を誰かに見ていただいてですね、うまいな、上手だなって言われたら、その写真は自分ではないです。でもオリジナリティってのはすごいつまんないもんなんですよ。個人が考えてることなんかどうでもいいから、むしろそういう歴史とか社会とかそういう状況の中であるんだってことを考えた方がいいかなとかね。